お待たせいたしました。ジャズゲートボリューム13、続いてのバンドはジュニアウクレレオーケストラの皆さんです。2012年5月結成、小中学生を中心に金沢市若松町にあるログハウスを拠点に活動されています。ウクレレオーケストラは世界的にも見て珍しいということなんですね。このジャズゲートではジャズをオリジナルアレンジで披露してくださることになっています。もうハッピーな音色があふれます。どうぞ皆さんこのステージ楽しんでください。それではジュニアウクレレオーケストラの皆さん、どうぞよろしくお願いします。しばらくの間、私たちの演奏でお楽しみください。1曲目にお送りしたのは、ジプシーギタリスト、ドラード・シュミットのナンバー、オサドラードでした。ソロは川島優衣。そして私、糸志こごみでした。次は、ジャズのスタンダード、It's Only a Paper Moon をお送りします。Thank you.
Only a Paper Moon でした。ソロは北本純正、川島圭介、川島由衣、そして私、トシコゴミでした。次はハワイアンのナンバー、ブルーハワイをスイングジャズにアレンジして、ブルースナンバー、ビリーズバウンスとメドレーでお送りします。ウクレレを叩いたりして音を出す奏法もお楽しみください。
ソロは北本純正、とし子ごみ、そして私川島結衣でした。最後の曲はウクレレ奏者清志小林さんのオリジナルナンバーよりクジラの山ボッサをお送りします。ボサノバの温かいサウンドをお楽しみください。
ました。ジュニアウクレレオーケストラでした。ありがとうございました。ジュニアウクレレオーケストラの皆さんでした。なんでしょうね、日頃の凝り固まってるものがね、ほぐれるかのような柔らかなサウンドでしたね。さあ、それではお話を聞いていきたいと思います。 MC も務めてくださいましたとしこごみさん、そして川島ゆいさん、どうぞ前へとお進みください。演奏も終わってホッとした様子を見せてくださってますね。お疲れ様でした。もうちょっと前行きましょうか。演奏してみていかがでした？今日は難しい曲とか多かったし、あと人数も少なかったので一人一人の責任が大きかったんですけど、練習を生かして演奏できたかなと思います。自信を持って音を奏でることができました。はい、よかった。かごみちゃんは？コロナが落ち着かない中でもこんなたくさんの人方々が来てくださって、いい演奏もできたのでよかったです。ちゃんと皆さんの雰囲気も伝わりました。演奏してる間見えました？あね、でもね、こういう反応とかね、声を出せない状況ではありますけれども、ちゃんとね、気持ちってね、伝わってきますよね、演奏しててもね。今日は、ね、少ないメンバーだったっていうふうにおっしゃってましたけど、ジュニアウクレレオーケストラの皆さんって小中学生を中心にっていつもご紹介するじゃないですか。一番みんな若いけど、一番若い子って何年生くらい？小学4年生。へえ。いつも仲良く過ごしてるの？ね、こうして皆さん一つになって素敵な音を奏でてくださっています。今年の目標は？ぜひ抱負を聞かせてください。はい、今年は私受験生になるので、受験勉強とウクレレを両立できるようにしたいです。お、ゆいちゃん、あ、頑張ってね。もう夢はあるんですか？あ、まだ考え中？ね、これからたくさん楽しいことも待ってるからね、ゆっくり考えればいいよね。頑張ってください。かがみちゃんは？人数も少ないので自分のパートも責任を持って弾いていきたいと思うし、いろんな曲にも挑戦してメンバーでいい演奏ができるように頑張っていきたいです。ね、拍手が沸き起こりましたよ。これからもね、その笑顔で素敵な音を奏でてください。ということで、ジュニアウクレレオーケストラからとしこごみさんと川島ゆいさんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。